ヘンリー・ベルヘンリー・ヘイ・ウッド・ベルはアメリカ海軍の提督で南北戦争に北軍海軍の一員として従軍し、また対日訪韓外交を担ったアジア艦隊の初代司令官となったが、その訪韓外交の最中に大阪湾で歴史した。ヘンリー・ベルは1808年4月13日、ノースカロライナ州のオレンジ軍で生まれた。1823年、 アメリカ海軍の士官候補生になり、その後の20年間を、大西洋、地中海、西インド水域で勤務した。その間に勤務した艦艇は、搬送フリゲートコンスティチューション及びユナイテッドステーツ、戦闘スループエリー、ヴィンセンス及びマリオン、スクーナーグランパス等がある。大位に昇進した後、1840年代中頃には、ハンターと命名された船で特殊任務に就いた。 その後、アフリカ沖及び地中海で、ユナイテッドステーツの士官及び、ブリッグ艦、ボクサーの艦長を務めた。1849年から1855年の中頃まで、ベルは陸上勤務となり、フィラデルフィア海軍交渉、ノーフォーク海軍交渉及び、ニューヨーク海軍交渉に勤務した。1854年8月には中佐に昇進し、 1855年から1858年は、東インド艦隊勤務となり、スクリューフリゲートサンジャシントの艦長を務めた。1850年代後半から1860年代前半にかけて、ベルは、アナポリス海軍兵学校の評議会メンバーとなり、また、ニューヨーク州コールドスプリングとワシントン海軍交渉で、兵器部門の責任者となった。 南北戦争が勃発すると、ベルは1862年初頭に、1任人艦長となり、西メキシコ湾封鎖艦隊を指揮し、ニューオーリンズ攻撃とミシシッピ川の解放に、関連する一連の作戦に参加した。1862年7月、大正に昇進。メキシコ湾封鎖作戦後の1864年、ベルは、 ニューヨーク海軍交渉の兵器部門艦査役となった。ヘンリー・ベル少将の葬儀の、様子南北戦争終了後の1865年7月、ベルは東インド艦隊の司令官となり、1年後には少将に昇進。1867年4月には退役リストに乗ったが、アジア艦隊司令としては現役を続けた。1867年末、 紛糾する兵庫海溝問題に軍事的圧力をかけるため、英国公使ハリー・パークスの提案で、兵庫に艦隊が派遣されることとなった。ベルは機関であるハートフォードに加え、色恋、シェナンドを呼び、オナイダを、兵庫沖に集結させた。1868年1月11日、ベルはボートに乗って陸に向かっていたが、大波を受け転覆 ボートの乗員は3人を除きベルを含む全員が、敵史した。なお、色恋は、当時アルフレッド・セイヤー・マハンが副長を務めており、また1868年1月30日夜とば、伏見の戦いに敗れて、江戸に戻る徳川義信が一時退避している。ウィックス級駆逐艦、ベルを呼び、フレッチャー級駆逐艦ベルに、ベルの名前が与えられた。ありがとうございます。